はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。弱攻撃側ですね。皆さん公式フォーラムをご覧になられましたか？ジオノーシスとかね、 ATTE とかそこら辺のね情報がちょろっとねこんな感じですよっていうのが公開されてますね。が全楽しみになってきますね。ランディングパッドに到達、突入する。グレネードだ。ああ、そこから撃ってきてるのか。が全楽しみに。無理があるな。してここから出よう。なってきましたね。月末ですが。まあ、できればね、その前に一旦修正のアップデートを入れないと、また、いや、ここ直ってねえじゃねえかって感じで、この、良さが薄まってしまうパターンもあるんでね。そこをなんとかって感じが、しますよね。当たらんかったか。いや当たってたけどとどめは刺せなかった感じか。リアクター制御室はほぼ制圧した。いいね。そのまま守れ。リアクターよく3人で持ちこたえてんな。やるわ。すまんね、これ索敵したいんですが、索敵バグってるんで、索敵バグが発生してるときは ATSD の索敵も機能しないんでね。防衛線を確保、前進しろ、さらに奥へ。よし、なんとかまあまあできてる時も必要なのはレジスタンスはドロイドを連れて脱出しようとして ST を出すことなんで、予想よりも数が多い。まずは補給物資保管所だ。そこを確保して敵を蹴散らせ、その後包囲して殲滅。早いね。まあね、これ第2フェーズでは ST 自体をね突撃させることができないので、こっち側から上がるの初めてだな。どっから上がればいいのこれ。合ってる？いつもリアクター残しでリアクター行ってって感じの動きになるんで。失礼、ちょっとその辺失礼しますよ。まあいますね、敵が。でやばい時には一旦下がる。あっち側にもいるのか。索敵が効かないからきついんだよね。バンバンいるのか、あそこ。ある程度はおとりになりつつも牽制をしつつの、敵が斜面に並び始めると終わり間近って感じなんですが、いいね。ごめんね、本当は俺が索敵すべきなんだけど、なんせ死んでますんで。いいね、だんだん斜面の方に追い込みつつあるか。新たな敵を確認、レジスタンスのエージェントだ。連載物資保管所へ。いいですよ。
残念ね。イオン魚雷を持ってください。そんな近くではしゃいでもエクスプロシブではそんなに減らんよ。イオン魚雷を持ってきなさい。イオン魚雷を。はい、ではもうガンガン次行きましょう。なんとか攻め側で勝ちたいんでね。おあと少しだ。東西の出口を確保しろ。俺に続け。レジスタンスがバリケードに向かってきたところでドロイドを手に入れる。もうここはゼガヒでも西をできてんな。しまった。西出口を攻略中だ。いいよ、いい流れですね。おお、グリーバスか。びっくりした。ただ多少は残ってないと制圧のスピードが遅いと巻き返される可能性は全然あるんでね。ここがもう正念場であり、ここをきちんと守ることが勝利につながります。レジスタンスのリーダーが現れたぞ。なんとかライン上げるんだ。東出口の制圧が最優先だ。うまい。もう逃がすと思うな。いいですね。時間がかかりすぎている。急いで東出口を抑えろ。やはり西をね、西を一気にやれば。流れは変わるんですよ。出口は確保した。電柱は逃げ惑う。追い詰める。よし、行きましょう。レジスタンスの輸送船だ。空から脱出するつもりだと。輸送船に爆弾を仕掛けて起爆しろ。もういけるな。ここで失敗したら勝利はない。あ、眩しい。我々の勝利は約束されている。早っ。とアイトラン。無限の輸送船を破壊した。敵は次の輸送船に移動するぞ。こちらですか。最高指導者の導きに従え。タレット起動、準備よし。ほぼほぼか、ほぼほぼじゃねえか。もうちょっとこうね、競った試合をしたいんだけどな。おおむね戦い方はこれで合ってます。攻める形はこれなんで、これをどう阻止するかっていう動きをしていけるかが防御側ではかなり大切になるので、やっぱり西を取られちゃうと、理数が悪い東はどうしても厳しくなるんでね。
やはりジャクーは、西からお願いします。という感じで、今回はここまで。ではまた次回。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。